濃厚だった鎌田大地まさかの9点直下の残留へ。ラツィオの鎌田大地はシーズンを通じて苦戦してきた。出場機会に恵まれなかったことは周知の通りだ。ただ、選手としてのクオリティは常に評価されてきた。その鎌田に再びスポットライトが当てられつつある。マウリツィオ・サッリ前監督が辞任したからだ。後任のイボール・プドール監督は初練習を、鎌田と話し合ったことが報じられている。システム変更の可能性も注目されており、鎌田にチャンスが与えられるかもしれない。まさかの昨シーズン鎌田選手欲しがってたクラブのマルセイユ監督の方がラツィオに来るなんて。3-4-2-1になれば、鎌田には願ったり叶ったりかもしれん。やっぱコメント欄とか見ると鎌田人気あるよな。全然使えないアジア人選手みたいなイメージとかされてないし、フェアに期待されている。鎌田にとっては悪い話ではないな。サッリがいなくなったことで移籍か残留か悩むだろうね。代表戦見れば見るほど鎌田大地の存在が恋しくなる。鎌田がいないと何か物足りない。代表でトップ下置くなら鎌田は絶対呼ぶべきだと思うんよな。滝はあくまでシャドウであって潤滑油みたいな役割は無理なんよ。遠藤と鎌田の移籍前の評価と実際の活躍が真逆だったことから、サッカーオタクの意見なんて当てにならないことがよくわかる。残留はやめてくれ、今年もパラシュートでホルホルしたいんや。国じゃなくて監督次第で良さ出てくる？